はいどうも、カードショップ山本の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、MO チャレンジ優勝のジャンドミッドレンジということで、あんまりね自分でジャンド作ってなかったんですけど、何回か1回か2回ぐらいはやったかな。この豪華を放って使いたくてやった記憶はあるんだけども、10月15日16日両方 MO チャレンジでジャンドミッドレンジが優勝してるんですね。まあそこら辺今環境でまあ確実にトップクラスのデッキなんじゃないかなということでね、はい、ちょっと回していこうかなと思います。さあそれじゃあ早速やっていきます。苦戦ジャンドミッドレンジ、さあやっていきます。はい、プレイ。さあそれじゃあやっていきます。7枚でキープ。学者からいきます。さあ迷っていきます。罠外しか。サタック、ブロックしてきたらグーは出したいし、お、ブロックしてきましたね。さあ鏡割りのグーは、さあターンもらいます。さあ2枚捨てて2枚引く、うん、なかなかだな。さあしつこい負け。さあダック、ターン終了。ちょっと土地が続きますね。ちょっと土地が続くかな。ターン終了。割ときつい。
さあまずサイクリング行きましょう。おっと、さすがに土地引きすぎやろ。さあ豪華を放って、ターン終了。なかなか硬いっすね。どうする、こっちの侵入者作っとくか。ターンもらいます。さあソリ、さあ1体でアタック。さあターン終了。早めにこいつなんとかしないと結構やばいぞ。さあ相手も難しいね。なんか格闘系のカードありそうですけど、飛行クリーチャーを除去しようにもコピーされると。おお、なんとソリンにまで飛んでくるのか。やばいねこれ。絶対に倒さんとダメだな。豪華を放って、あ、収穫者を出してターン終了。
まあ、これはしゃあない。パンもらいます。パン終了。さあこれでソリンもらいます。ターンする。マジか。冥府の掌握で88破壊しに行きます。ターンもらいます。さあ作業場の船長、まずレーンセブン倒します。さあターン終了。おお、ここは本当ありがたいな。さあ、うちの侵入者。さあ、フラッシュバックをこれで止めつつ。さあ、しつこい場所に。さあ3体アタック。さあ軍が破壊されてしまった。さあカード引きます。ターン終了。もう一回来ますか。相手相手が4なんですよ。なんとか押し切れそうな気もするし。ターンもらいます。これは勝ったかな。さあアタック。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。また赤か。さあ負け犬。追放されちゃいました。さあ片見の銃を出していきます。一回ぐらいは殴りたいな。家の焼き払いではないか。さあ墓地の侵入者。さあ鏡割りの銃は、さあ死ぬ。これややこしいの出てきました。ここ焼かれんのきついな。さあブロック。さあ魔除け、よし殴っていきましょう。さあ終了。さあだターン終了。まあ、これあるからね、基本的には相手のクリーチャー大体何でも焼き切れるはず。
一番嫌なパターンか。焼けるけど。キキジキ焼かれますかね。なかなかキキジキは能力もいかないね。アタック。さあカード捨ててカード引く。ターン終了。さあ。ターン終了。トークンをケニエにカード捨ててカード引きます。うわこれは強いね。さあダック。さあどっちの侵入者2枚やったかな。ブリーチャーありましたね。はいはい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ湧いて赤タンか。さあ収穫者。アタック。ターン終了。さあ切り崩し。さあアタック。鏡割りの偶話。振り合いか。ターンもらいます。カード2枚捨てるか。まあ1枚捨てるか。さあ収穫者からいく。さあまたハラルとアレーナを倒して、アタック。でうちの侵入者。
はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。イモチャレンジ優勝ジャンドミッドレンジということで、まあ豪華を放って相変わらず今の環境で強いですね。あとはまあ除去もあるし、単純に 黒のね強いカード入ってるしで、非常に安定して戦えるデッキですね。まああと家の焼き払いとかもねすごい便利なんでね、まあ、緑まあそうか、豪華を放ってと作業場の船長、まあこの3点回復も結構でかいしね。はい、まあジャンド好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。